皆さんこんにちは、予報マックスです。本日日にちが2015年の11月29日の日曜日です。いや、もうすぐクリスマスですね。いや、1年本当に早いですよね。いや、クリスマスってことでプレゼントは何しようかなと迷っていると思うじゃないですか。実はもう買っちゃったんですよ、クリスマスプレゼント。昨日28日の土曜日に買ってきたわけなんですけど、サンタさんからいただいたんじゃなくて普通に買ったんですけど、はい。タムタムでですね、クリスマスプレゼントの方を本日買っちゃいました。実は今日もね、ヨドバシカメラに行って、お父さんからということでクリスマスプレゼントいただいたんですが、そちらも合わせて、ちょっとね、一足早いですが、先に、クリスマスプレゼントをいただいてしまいました。 ありがとうございます。で、本当は12月とかに、ね、なってからにしようかなと思ったんですけど、ちょっと待ちきれないということでもう買ってしまいました。意外なものを買ったんで紹介します。じゃあまずね、本日いただいたものから紹介します。まずこちらです。じゃじゃーん、わかりますか？トミックスのヤードの照明灯でございます。 LED の。これずっと前から気になってたんですけど、今回のねレイアウトにヤードを作ってみたんで、そこにね合うんじゃないかなと思って、ヤードの照明灯買いました。買ったってかもらいました。はい、これ1個4000円ぐらいするんでね、なかなか、高いななんて思ってたんでちょうど良かったですね。それとですね、これは照明コネクタの、変換のコードも一緒にいただきました。これでパワーユニットをつなぐと、点灯するそうです。これはまたね、後ほどというか、いつかね動画に出そうかなと思います、どんな感じかって。で、昨日いただいたメインのものを紹介したいと思います。いやー、これは本当にびっくりだよ。はい、本日ね2015年クリスマスプレゼントの車両をご紹介いたしますが、その前に、何を買ったか皆さん当ててみてください。今から10秒後に、皆さんにお見せいたしますので、その間に、答えね、車両何でしょうかと予想してください。はい、どうぞ。今から10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒経ちました。はい、じゃあ答え見せちゃいます。見せますよ。じゃーん、見える？なんと加藤の、東京メトロ千代田線の1万6000系の6両基本と4両増結セットです。驚きですよね皆さん。僕初めてです、東京メトロの N ゲージ買うの多分。いや、なんでこれにしたかっていうとね、自分もよくわかんないんですけど、特にねこれずっと前からこれクリスマスプレゼントで欲しいななんて思ってたわけじゃないんですけど、急になんか欲しくなったんで買っちゃいました。前ねちょっと気になってて買おうかなって思ってたんですけど、本当に買っちゃいました。まあね、東京メトロのこの1万6000系は千代田線で主に走ってるんですけど、小田急線にもね乗り入れて、なんか来年あたり直通運転するそんなこと聞いてるので、小田急線ともね結構馴染みのある車両になってくんじゃないですかねこれ。ということで、買ってきました、買いました、買ったってもらいました。まあ僕はほら最近小田急線集めてますので、一つね千代田線なんかもいいんじゃないかなと思ってちょっと買いました。3000型も僕買いましたし、実はねここで言っちゃいますけど、小田急の8000型も買っちゃったんですよ。それはまた今度アップします。結構前に買ってましたけど、ちょっとなかなか時間なくてね、動画撮ってなかったんですけど、そのうちまたアップします。はい、今回買ったのは1万6000系。買ったというか、いただいたものですね。買ったって言ってますけど、クリスマスプレゼントなんで。で、実は、これはね、お小遣いで別に買ったんですが、タキ1000ってやつですね。エネオスのタキですよね。前から欲しかった。僕実は単品で2両買ったんですけど、8両セットの方を今回買いました。これの開封もまた別に撮ろうかなと思ってますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで本日はね、2015年クリスマスプレゼントの紹介でした。皆さんよりちょっと一足先に、いただきました。また開封動画はね、ちょっと遅れると思うんですが、そのうちアップしますので見てください。ではさようなら。